ストレッチが効いてるんで、かなり履き心地がいい仕様かなと。あ、ここですね。はい、どうもバセの DJ です。今回ですね、新規取扱ブランドのですね、ベッド JW4 っていう、ベッドフォードって僕たち呼んでるんですけど、ベッドフォードのですね、今回新アイテムが到着いたしました。まあそれにね伴って、今回まあちょっとベッドフォードについて簡単なまあご説明と、そしてこの今回ですね到着したこちらベッドフォードのですね、ベッドフォードって結構ね、メインパンツはフレアなんですよ。そのフレアパンツをですね、リーとのコラボレーションでね作ってるかなり人気なシリーズがですね一番最初に到着しましたので、こちらの方をですねご紹介していきたいと思います。よかったらですね、ベッドフォード、次うちはですね2023 AW コレクションからですねがっつりブランド、メインブランドとしてしっかりやっていこうと。バースデー、今福岡ではですね取り扱いがないので、私たちがねたくさんこのねベッドフォードの良さをね福岡から全国に向けてね発信していきたいと思っておりますので、よかったら最後までご覧ください。はい、このバースデーチャンネルではですね、福岡市中央区大名にございますセレクトショップバースデーのチャンネルとなっております。メインはですね、商品の紹介、そしてスタイリングの紹介、そしてですね、取り扱いのジュエリーブランドでいうと、和漢、シルバースミスやトゥアレグジュエリーといった、ネイティブなジュエリー、オーダー製のジュエリーまで取り扱っております。そしてですね、フレグランスブランドのサノマ、はい、お香だったりとかですね、香水がメインなんですけど、お香だったりとか、そしてハンドクリームだったりとか、そういうねプロダクトを手掛けているブランドとなっております。そして最後にですね、 e バイクのスーパーセブンティースリーやアルコンといったね、e バイク、電動自転車の、カスタム動画、レビュー動画、走行動画っていうのを毎日19日に更新しているチャンネルとなっております。よかったらですね、過去の動画もたくさん見て、チャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いいたします。はい、それではじゃあ早速こちらのベッドフォードをご紹介していきたいと思います。はい、それではですね、まず今回ご紹介するのはこちらのベッドフォード。はい、津田さん、いえ何紹介してるんですか。今回ですね、ベッドフォードがですね2023秋冬コレクションから私たち取り扱うじゃないですか。はい、はい、それにちなんでね、これ詳しく言ったらね2回目のデリバリーなんですよね。そう、ブランドとしては。そう、実はそう、先日ね、そうなんですよ、もうご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、三原屋水路と、はい、コラボレーションのスニーカーがね、そうなんですよ、ね、発売になってたんですよ。はい、ただ本当にびっくりするぐらいあっという間なくなっちゃったんで、はい、紹介してないよね。動画紹介しましたっけ、これしてないです。そうですよ ね、動画してないですよね。そうなんですよ、紹介する間もなくねなくなっちゃったんで、ベッドフォードを取り扱うっていうのを知らない方も結構、視聴者の方いや、いると思います、ね、そうですよね。そう、簡単にご説明すると、ベッドフォードってかなり今日本でも人気なブランドですからね、はい、国内のブランドとなっております。デザイナーさんはですね山岸新平さんという方なんですけどもね、もともとは、マウンテンリサーチでしたっけ、はい、マウンテンリサーチ出身のねデザイナーさんとなっております。で、はい、なんかいろんなご縁がありまして、うん、うちのブランドのデザイナーさんともね、もちろん結構つながりがあったり仲が良かったりとか、そういうね、いう方なんですけど、僕ね、実はね、ベッドフォード最初のシーズンの、はいはい、実はね、かなり前なんですけどね、実は僕、取り扱いたいなと思って、一度ね、オファーさせていただいたことが。まあ、その当時、僕、仕事できない人間だったんで、話をふわっと聞くぐらいだったんですけどね。そう、その時あったんですけど。結構前ですよね。そう、でもその当時は、もう福岡ね、すでにもうディーラーさん決まってて、そうなんですよ。僕、お取り扱い、その時できなかったんですよ。うん、けどね、それが回り回って、ね、うちでまた取り扱えるようになったっていうことでね、で僕らも結構大きなこうトピックスとしてね、これはね次のシーズンに向けて打ち出していきたいところなんですけど、そうです、ね、まあ今回でも先にね、うん、このまさかのこいつが入ってきたもんね。そうなんです、スペシャルアイテム、そう、リーとのコラボレーションとなっております。これはねかなりね、雑誌とか、まあ今見てる人少ないかもしれないですけど、雑誌とか見てる人とかだったら多分すごい分かると思います。そうですね、めちゃくちゃ有名なんで、そうなんです、ベッドフォードとこのリーのコラボのアイテムですね。そう、もうまさにそのベッドフォードって、そのリーとのコラボのみならず、基本的にはメインのパンツになってくるのがフレアのちょっとこうスタイリッシュな、ね、デザイン性となっておりまして、今回はねそれに先駆けて、はい、デニム生地で、リーのリーですね、デニムブランドのリーからコラボレーション、ベッドフォードとコラボレーションの、はい、フレアデニムが入荷しているという形になっておりますね。はい、今回もうパッと見た感じで結構デザインがね、ここの腰回りというかウエスト周りにかなりあしらわれているので、そちらの方もちょっと近くによってちょっとご覧いただきましょうか。はい、
今回メインはフレアなんですけど、うん、ここのやっぱこうフロントのデザインのかなりあしらい方がすごいセンスいいなと思います。ここもね全部刺繍です。そうなんですよ。こっちにはベッドフォード、ね、はい、ベッド JW フォード、ね、こちらがリーですね。でこっちがリーね、はい、の刺繍が入っとって、でフロントはジッパーフライなのにこっちにボタンフライもついていると。デザインですよね。そう、そして、実はこれね、こうも止めれる、ね、そうなんですよ。本来リーのボタンの方で、そう、閉じることもできる、そうっていうね、なんか結構面白いデザインだよね、実はね。こうもいけちゃうんですよ。こういう、こういう、こういうことね、要するに。まあ、で、こうして、まあ、こっちにするとこのボタンが見えるとね。そうですね。いうね。これね、あのギミック知らない方は、あれボタン全部開いてるやんみたいな、開いてないって思うかもしれない、なっちゃうかもしれないですけど、ちゃんとデザインなんでこれは、はい、かっこいいよね、なんか。そうなんですよ。しかもね、このリーのこう、このボタンがここについてるっていうのは、そうですね、結構ポイント高いと思いますね。でもほら、古着を結構ご存知な、砂さんからしたらリーってやっぱフレアが結構有名なんですかね。いやいや、全然全然、あ、本当ですか。全然全然有名じゃない。なるほど。全くもって有名じゃない。なるほど。有名じゃないけどね、はい、結構ブーツカットなんか僕よくは提案してる。当時もあったんよ。ほうほうほう。当時もあったんやけど、はい、当時ほんと70年代当時って人気がなかったんよ。あ、そうなんですね。ええー、それは知らなかったです。人気なくてマイナーなんよね、けどこれね、まあ、俺個人的な意見なんやけど、はい、当時もリーのいわゆるね、結構ねストレッチとかも実はあったんやけど、ストレッチのフレアとか意外と履き心地がすげえよ。なるほど。そうで、俺も結構股がね、結構しっかり股上が深くて、なんか腰の座りがすごいいいイメージが昔からあって、はい、俺個人的にはリーがすごい好き。ただなんとなくやけど、はい、なんかこうリーバイス主義の人たちからすると非常にこうね、マウントを取られがちで、価格にもそれが反映されとって、ヴィンテージもリーバイスは高いけどリーはなんかちょっとまだ安いみたいな。あ、なるほど、ね、あるやん。でそれでやっぱリーバイス主義の人からすると非常にこうちょっと、あー、リーねみたいなねっていうのもね、昔なかったことはなかった。なるほど、まあ過去のお話ですからね。そうそうそう、でも今はそんなことは一切関係ない、うん、ね。あのデニムの、まあ、本拠本元のね、ね、リーバイスと並ぶこのリーが、ね、うん、とのコラボレーションしてるっていうこと自体が、ね、本当に素晴らしいことだと思う、うん、ね、まあ、間違いないです ね。そしてほら、この山岸さんのこうデザインセンス、ね、こういうちょっとこう遊びがあってね。そうですね、腹子ですからね、腹子のパッチにしてあって、ね、はい、あ、でこうフロント あのデザインモチーフにこのステッチね、アーケードステッチね、こういうのとかもしっかり入っとって、まあ、往年のデザインを崩さずで、なおかつ今の形に全部昇華しているというアイテムね。なんかポケットのカッティングもかっこいいですからね。かっこいいよね、はい、これポケットのカッティングしかりですけど、まあ、このウエステンカッティングになったのか、ここ、ね、そうです、そうです、もう入りやすいようになってるね、はい、ね、めちゃくちゃ。そしてですね、このフレアに関してはですね、セータープレスがかかってるんで、なんかこうデニムなんですけど、ちょっとこうスラックスっぽいというか、はい、かなり綺麗な見え方をするっていう。実はですね、僕これ買ったんで、そう、リュウさん買ってました。そう、今日ね、残念ながら履いてきてなくて、撮影の時に、はい、そうなんですよ、僕買ったんですけど、これかなりやっぱめちゃくちゃ綺麗な見え方をします。なんか僕も結構お客様に、あ、紙シルエットですよって言ってるぐらい、それ僕履いてて結構な、ね、もう何本か売りましたけど、でも分かりやすいよね、すごい分かりやすいと思います。うん、これ俺もね、実は欲しかったよね。いや、リュウ先生と先越されちゃったんだったよね。いや、どうしてもやっぱかっこいいなと思って、そう、気分的にちょうどブラック のフレアデニム欲しかったんで、すごいタイミング良かったです。そしてですね、こちらのデニムですね、ストレッチが効いてるんでかなり履き心地がいい仕様となっております。はい、で、丈感はですね、割と長めに設定されてるんで、ちょっと僕が後で履いたものをね、ちょっと見ていただければなと思うんですけど、そう、結構ですね、まあ、フレアパンツですけど、まあ、丈感がちょっと割と長めなので、若干だけね、切ってもらってもいいかなっていう感じですね。お好みのちょっとこうサイジングに合わせてもらってもいいかなという感じです。そしてですね、うちに入ってきてる、サイジングに関してはですね、うちが0と1という、この2サイズ展開になっております。まあ、0と1分かりやすく言ったら、まあ、S、M っていう感覚なんですけど、僕が1買ってますね、はい、普段僕はね、多分0でいける、0でいけると思います。僕は0で、はい、僕も0いけるんですけど、なんかちょっとこうシルエットバランス的になんか1がいいなっていう気がして、はい、1を買わさせていただきました。はい、で、ちなみに気になるお値段がですね、はい、下に出しておきましょうか。こちらになります。はい、39,000円、はい、こんな感じの値段ですね。はい、でもまあ、このパンツのシルエットに関してはですね、履いてみた方が分かりやすいかと思いますので、うん、じゃあちょっとこちらの方を着用していきたいと思います。
はい、それでは着用した感じはこちらになります。いやかっこいいっすね。めちゃめちゃいいでしょ。スタイリッシュっすね。そう、かなりやっぱこう引き締まった感じのフレアパンツなんで、このお尻周りとか股の実は少し浅めにやっぱ設定されてますね。そしてここら辺はやっぱこうキュッと絞ったデザインで裾にかけて広がるようなシルエットになっております。これブーツ履く人は、ブーツ革靴履く人かなりおすすめです。形が超綺麗なんでこんな感じですね。でちょっとここのねフロントの部分は僕ベルトとか今何もつけてない感じがこんな感じです。もうベルトとかなしでも結構フロントのこのね腰回りはですね、かなりデザイン性の高い仕様となっております。非常にかっこいい。そうなんですよ、装飾が装飾に見えるですね、このボタンが。そうなんですよね。なんでなんかこうジャストな人は、まあ、ベルトはね基本的に僕たちもまあ推奨はしてるんですけど、そう僕1でちょっとベルトつけないと甘いぐらいなんで、そうそう、ジャストで買われる方とかはもう最悪ベルトなしでもすごいかっこいいデザインになってるんで、はい、めちゃめちゃおすすめなポイントがここですね。こういうデザインになってます、うん、まあ、ストレッチも効いてますから履きやすいし、かなり履きやすいです、うん、そしてなんかこうですね、あ、砂さん、あ、いいっすね。俺サイズゼロ、これてかマジで履きやすいの、いや超履きやすいっす、めっちゃ楽、本当に。で、まあ、もう今日は俺なんかレターズのこのウエスタンブーツ、うん、いいですね、を中にインしてる状態なんですけど、サイズはこれでゼロけど、マジでいいわ、ほんと楽。やっぱかなりスタイリッシュに見えますね、こちらのパンツに関して。なんかちょっとパンツが変わるだけでも新鮮かも、うん、ね、で俺このレザーとかも俺ずっと着てるやん。確かにですね、ずっと着とうけど、パンツ久々に革パンとかデニム以外のやつ履いたけど、てかブーツカットは俺多分14年ぶりとか。マジっすか。これ14年っちゃ言わんの、16年ぶりぐらいになるのかな。あー、じゃあ全然変わるかも。いや本当ね、往年のなんか俺も当時、はい、多分俺25、6の時にこのブーツカットにコンバース履いて、はいはい、これになんかバンド T シャツとか。なるほどなるほど。そう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 、っていうのをずっとやっとったの覚えてるよね、はあ、で秋口になったこんな感じでレザーを着てっていうスタイルを当時やっとったんやけど、まあ、もうまさにそれのリバイバルじゃないですか。いやいやいや、もうまさに、まさにいいね。なんかすげえこうなんか新鮮、今やると。うん、でもこれでもヘッドフォードのやつはこれ想像以上に履きやすいね。いやめちゃめちゃ履きやすいですよ、やっぱストレッチが効いてるんで。これだけどうかな、基本まあ細身のパンツで大体 S とか履く人は大体これでもいいと思うけど。そうですね、いいと思います僕もね。まあ、32ぐらい履く人でもいけるよ、ね、あ、レスです。32ぐらいまで本当にいけると思います。いけるかな。僕だいたい30ぐらいなんですけど、30、うん、31とか履くんですけど、うん、32とか33の人も多分、はい、かなり余裕あると思います。いや俺結構これも俺余裕、ウエストはかなり余裕そうですね。で多分ウエストこっちでも止まるもんね、こっちのこっちこっちの方、あ、リーのボタンの方ですね。あ、そうそうそう、こっちの方でも止まるぐらいな感じやけ、意外と結構余裕はあるんで、うん、多分いろんな人が履けるんだな。いや、かなり幅広い方に楽しんでいただけるアイテムかなと思います、ね、だってこれで丈切らんでいいもんね。スラさんなんかこうちょうど良さそうですね。いや俺ほんとちょうどいい、ちょうど良すぎてさびっくりする。何も多分触らんでいいもん、うん、これ。いやもうめちゃくちゃいいです、ね、なんといってもやっぱフレアパンツってこの横のラインがかなりね綺麗じゃないですか。確かに。そうだからこう歩いてる時の見え方とかがすごくかっこよく見えると思います。いいっすよね、こんななんかスタイリッシュでスタイルよく見えるパンツはね。確かに、うん、ベッドフォードリーのコラボレーションかなりおすすめですよ。うん、そしてこのねレザージャケットに合わせるっていうね、はい、これ色違いです。そう、色違いの、はい、色違い、それで色違いのウレタンズのね、うん、レザージャケット、はい、黒です。で僕はこっちの白の方ね、いつも着てるやつを本日合わせてみました。はい、うん、まあこのスタイルは鉄板ですね。いやかなり鉄板やと思う、はい、ぜひ春先に。夏でもマジでさ T シャツだけでもくない。あ、いやいや絶対そうだと思います。もう1枚でっていうことだよね。なんかパンツでアクセントがかなり効くので T シャツだけでこの感じで、そう、多分これだけでいいんやろか、洒落てますよね。あ、いいですね。なんかこう主役になるパンツですね。うん、こんなねあっさり合わせてるだけなんだけど、すげえパンツがかっこいい。いや、こんな動画で紹介したらフレアパンツにデザイン白 T が流行るかもしれないですよ。いやいやバースデーのね、チャンネルの。でもこれずっとできる
そうっすね、往年のスタイルというか、長く永久テーマですよ、ね、だってデニムに T シャツに革ジャンでしょ、うん、もうまさにもう言うことないよね、これやったら。いや、かなりいいアイテムだと思います、本当。スタイリングとしてもスタイリッシュに着れるようなアイテムになってるので、すごくこちらおすすめになっております。はい、これは、まあ、店頭で試していただくもよし、うん、そしてまあでもね、店頭に来れないということはね、まあ、うちの、ね、概要欄にあるオンラインストアね、こちらね、こっちのとこか、ね、こちらね、参考にしていただいて、在庫確認していただいて、でそれでもサイズが不安な方はね、バースさんのね、オフィシャルのインスタグラムのアカウントとかに DM していただいたりとか、はい、ね、あとはメール送っていただいたりすると、僕らね、丁寧に答えさせていただきますので、はい、よかったらね、そちらもご利用ください。はい、はい、こちら一応ですね、まあ、ベッドフォードに関してはですね、まあ、なんかこうシーズンレスで展開しているアイテムですので、もう少しね、コレクションラインがちゃんと立ち上がった時に、より一層ベッドフォードのですね、ご説明も踏まえて、ご紹介したいと思いますので、ご期待していてください。はい、はい、じゃあ次の正式なコレクションの立ち上がりを一応6月になるそうですね、6月あたりだと思います。ですよね、はい、確かにね。なんで来月ですね、ちょうどまあ1ヶ月ちょい先ぐらいにはですね、もうベッドフォードの秋冬コレクションがしっかり立ち上がるタイミングですので、はい、よかったらこちらの方もぜひチェックしてみていただければと思います。はい、よかったらチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひお願いします。はい、最後まで見てくださった皆さん、誠にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。